サイフ・アル・アデル・サイフ・アル・アデルは、エジプト国籍の爆発物専門家で、アルカアイダの最高幹部の一人。2011年5月に、アルカアイダの創始者、ウサーマ・ビン・ラーディンが死亡した後、2011年6月16日に、アイマン・ザワー・ヒリーが正式な後継者となるまでの、しばらくの期間、暫定的に、アルカアイダの最高指導者の地位についていたとされる。 財布は1960年にエジプトに生まれた。1998年にケニアとタンザニアで同時に発生したアメリカ大使館爆破事件の首謀者の一人として訴追されている。エジプトイスラムジハード団とアルカイダにおいて軍事、諜報部門の専門家としてアフガニスタン、パキスタン、スーダン、ソマリアで活動した。ソマリアではラスカンボニに訓練キャンプを設立。 1993年のモガディッシュの戦闘では、財布の指導を受けたイスラム民兵が、アメリカ軍との戦闘に参加している。1981年のエジプトの、アン・ワルアイコール・サー大統領暗殺の黒幕とされる。1988年にはエジプトを離れ、アフガニスタン紛争に、ムジャーヒディーンとして参加した。また、レバノンにも入り、サウジアラビアやクウェート、 レバノンで活動するイスラム武装組織、ヒズボンラー・アルヒジャーズを指導した。ハルツウムでは民兵をリクルートし、爆弾のスペシャリストを養成した。財布はアルカイダの顧問、ムスタファー・ハーミドの娘と結婚し、5人の子供がいる。財布はサイード・アル・マスルやマフ・フーズ・ワラド・アル・ワリードらと共に2001年のアメリカ同時多発テロ事件には反対したと言われる。当時、財布は カーブルにおり、11月には、タリバーン政権より、ウサーマ・ビン・ラーディン、アイマン・ザワー・ヒリー、ムハンマド・アーティフらと共に、アフガニスタンの市民権を与えられた。その後、アーティフが死亡すると財布が公認についた。アメリカ軍のカンダハール空爆時には、財布の建材が確認されている。財布は、その後、アフガニスタンからイランへと逃れ。 テヘラン近郊で拘束されていると報じられた。2010年末に財布はパキスタンの連邦直轄部族地域の北はジリスタン周辺に移動したと報じられている。2001年以降財布は FBI の最重要指名テロリストにリストアップされ500万ドルの報奨金がかけられている。アルカアイダはイスラム原理主義かつ反応米の組織であると同時に スンニ派の過激派であるため、一般的にシーア派、イスラム主義国家のイランとも敵対関係にあるが、財布は例外的にイランとのコネクションを有していると指摘されている。2012年2月29日、エジプト当局に帰国し出頭する胸の連絡をし、カイロの空港へ到着したところを拘束されたとの報道があったが、後に逮捕された男は、 財布あるアデル本人ではないとエジプト内務省が明らかにした。ありがとうございます。